カール・ピュス・フォン・エスター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア・ハンガリーの皇族で、スペインのカルリスタ王位請求者の一人。スペイン語名は、カルロス・ピオデ・アブスブルゴ・ロレーナ、イ・ボルボンで、カルリスタの王としての名乗りは、カルロス8世。トスカーナ対抗家の一員であるレオポルト・ザルバトール、対抗と、その妻で、スペイン王女の称号を持つブランカでボルボンの間の、末息子として、ウィーンで生まれた。 外祖父は、スペインのカルリスタ王位請求者を呼び、フランスのレジティミスト王位請求者、マドリード公、カルロスマリアであった。先例の大父母は、ローマ教皇ピウス10世、義理の大場にあたるバルディ伯爵夫人はアルデ軍ですが、勤めた。カールピウスは、ウィーンのアルゼンチン通りにあったトスカーナ宮殿で、幼少期を過ごした。1919年に、オーストリアが共和制に移行して、 旧皇族の財産が没収されると、カールピウスは家族と一緒に母の実家が所有するイタリア・ビアレッジョ郊外のビラに引っ越した。一家は後にバルセロナに移り、カールピウスは1926年にスペイン国籍を取得した。高校を卒業すると実業学校に学んだ。彼は1930年代初頭に祖国オーストリアに戻り、 右翼系の民兵組織、五国団に入隊して、路上で共産主義者や社会主義者と乱闘を行った。1932年、十字団という名前のカルリスタ組織が、ブランカの息子たちをカルリスタの次世代の指導者として推こうを示し始めた。当時のカルリスタ王位請求者は、カルロスピョーの王子である三杯目子、アルフォンソ・カルロスであったが、 三杯目校は80歳代の老齢で子供がなくカルリスタ多い請求者の直径は断絶することが確定していたのである。十字団は当時のスペイン王であったアルフォンソ13世とその息子たちは自由主義者の支持を受けているためカルリスタの王として認めないとした。また十字団はボルボン家の分家であるボルボーネシチリア家はアルフォンソ13世を スペイン王と認めているために排除され、ボルボーネパルマ家もフランス人になりきってしまっているため、カルリスタの王位を継ぐ資格はないと考えていた。十字団は、ボルボン系の男系子孫全員をカルリスタの後継者として認めないため、彼らは、三杯目公の最近親の女系親族である名の、ブランカに、王位継承権が移るとした。この主張は、他のカルリスタたちの間では、人気がなく、 またサンハイメ皇自身が非難した主張の一つであった。サンハイメ皇が生きている間は、ブランカとその息子たちは、カルリスタ王位請求権の主張に関して、意欲を見せるのを慎まねばならなかった。1936年にサンハイメ皇が死去した後、カルロスピオは当初、サンハイメ皇が後継に指名し、カルリスタ主流派の支持を得て、 カルリスタ勢力の摂政となったパルマクゲのサベリオを支持していた。スペイン内戦が始まり、正常が混迷する中でも、カルロスピオは直接にカルリスタの王位を請求することはしなかった。1943年6月29日、カルロスピオは自分こそがカルリスタの主張するスペイン王位の正当な継承者であるとする胸の声明を発表した。この時、 カルロスピオには存命中の兄が3人いたが、いずれも大位請求には興味を示さなかった。1947年、カルロスピオの2人の兄レオポルドとフランツ・ヨーゼフはニューヨークにおいて請求権を放棄した。1948年には残るもう1人の兄アントンも口頭で請求権を放棄した。カルロスピオは支持者たちからカルロス8世として衰退された。 彼の支持者はカルロクタビスタと呼ばれた。カルロスピオは外祖父と同じくマドリード校の儀礼称号を使用し何人かの最も保守的なカルリスタ指導者からの支持を得た。また彼はフランシスコ・フランコの抑産集団である国民運動の一部からもある程度支持を得ることができた。主流派であるサベリオの支持者たちはフランコによるカルロスピオへの支援は カルリスタ内の亀裂を深めさせるための戦術に過ぎないと断じていた。カルロスピョは一時アンドラに移った後、バルセロナに戻った。1944年から1951年にかけて彼は14の貴族称号を付与した。またいくつかの騎士団に名を連ね、聖カルロボロメオを記念した新たな勲章を創設した。1953年のクリスマスイブに、 脳出血を起こしてバルセロナで休止した。カルロスピョーのために何度か追悼ミサが行われ、1954年1月16日に行われたミサには数多くの政府高官や外交官が出席した。遺体はポブレー修道院に安置されている。カルロスピョーの死後、アントンとフランツ・ヨーゼフが弟の多い請求を引き継ぎ、現在の多い請求者は アントンの次男ドミニックである。1938年5月8日にウィーンのシュテファン大聖堂でクリスタザツゲルデ・バルバニオスと結婚した。これは帰戦結婚だったため生まれてくる子供たちは王族としての権利を何も持たないとされた。夫妻は二条を設けた。娘たちは1990年に ハプスブルクロートリンゲン家課長の夫を対抗により、ハプスブルク伯爵夫人の称号を与えられた。カルロスピオとクリスタは1949年に別居し、1950年に民事離婚が成立した。カルロスピオは、教会法における婚姻無効をも申請していたが、手続きが完了する前に死去した。ありがとうございます。